はい、こんにちは、キースガチホコバトルやっていきまーす。はい、ちなみにちょっとお知らせなんですけど、この左下の口パクパクシステム括弧仮が、昨日からちょっとだけバージョンアップしまして、声を発してから、このアバターが口を開くまでのね、ちょっとラグが若干なくなりました。僕の声を発せられた直後に口を開けるようにしたんで、より自然な口パクパクになってるんじゃないかなと思います。ミサイルえぐいてなんだこれは。ナイスナイスハイプレイ、マジで神ハイプレイ。あぶねえ。やばい、このミサイル量、僕ダメ、死んじゃう。基本みんな入るし、このステージ。許せマジ。うわぁ。もう死んじゃう、死んじゃう。あそこは塗っとかないとね、取られるんで。本当にカツカツだわ、この受け。左登ってきそう、来てるな。さあ、まあ見やがれ。ただビーコン生やされてるよね、やっぱり。いや、しんどすぎる、この試合。うわぁ、全滅だ。早め一発撃つか、相手のミサイル来る前にと思ったけど、来ます。どのタイミングで撃っても来ます。やばい、最後の一人は。いや、ここ登ってくるな。そこ、ビーコン生やされちゃうよ。危ねえ、ナイス。いや、ビーコン飛んでくんだよな、これは。しんどすぎる、この試合。打開できねえ。マジ？いやー、辛すぎる。もう盤面やばいよ。勝ちてー。最悪、もう弾外すし、インクは切れるし。この武器ほんとインクきつい。どっから来てんのよ。しんどすぎるよ。
ワンアタックで勝った。勝てたよ。しんどかった。やばい。はい、ガチ方向ハコフグ、もう一射いきます。普通。普通。よかったよかった。ナイス、言う余裕なんてないさ。いや、こいつもしかしてナイス山だから、今の初動ナイスで味方が移動しながらナイス言える人間かどうかを査定しているな。今僕がナイス言わなかったことじゃ、あ、こっちナイス移動しながら言うの下手なんだなと寝踏みされてしまったかもしれない。相手のナイス吐く状況の一つの基準になってしまった僕が今ナイス言わなかったことが。寿司がいいとこ入ってる、強すぎる。そこその釣りに引かれるのやばいな。当たってないか。うわー、なんかいろいろと殴られて、でも11カウント取られてない。なんで持った。11カウント取られた、終わりだ。このステージで11カウント取られたらかなりしんどい。もうこの辺そうだと、この辺からなんかローラーかな突っ込んできそうなんだけど、やっぱり抜かれてしまった。抜かれなかったらワンチャンいいとこまで行ったんだけどな。かも言われても矛持つ人間がいないんです。ここでスーパー着地。まあ今の無理だったな。でもいや、チャージしてたのもよくない。本当にやるならイカ状態で潜伏して相手が誰も矛持たないという奇跡にかけるしか。そう、持てないんだけど矛。ナイス持ち、偉い。ハイプレ打つか。いや、当たったじゃん。もう下手すぎる僕が、ちょっと意識が散漫だった。こいつと対面しながら、ここどうなったかなっていうところに、意識が向いてたのが良くなかった。普通に勝てる対面だったのに。正直、心のどこかで11カウント取られた時点でもうこの試合勝てねえと踏んでるから、その心の弱さが出てる。集中できてない。前行ってギルドルしかねえんだよな。くっそ、ボム強すぎやろ。かー。
持ちたい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 。終わった。かー、まあ、ついてたけどボム爆風プラスチャーフルちゃか。いやー、1試合目勝てたのに。ということでした。1試合目勝てただけよかった。じゃあ今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。